リアルタイムで赤い月登っていくの見ちゃったよ。ああいう感じなのね。怖っ。あ、落ちそう。大丈夫？一応大丈夫か。で、とりあえずここ。あ、リンゴ。はい。アッカレ地方ね。こういうところにもさ、あれじゃない？コログの妖精と。くそ、マックストカゲがいたのか。ち。とりあえず忍びだっけ。これは鎧だけかな。見た目で判断できるようになってきた。くそー、鶏肉もあったのに。もはや鶏肉という。あの、光る鹿が気になるよね。どうしても欲しいんですけど。鳥にも直接近づいてさ、攻撃することができるんかな。ああ。こっちが気づくのが遅かった。くそー。マックスラディッシュこんなところにあるじゃないか。くそ、気づかれた。やっぱ正面から行ったらさすがに気づくかな。さすがに気づくよね、それは。ちょっとさ、鳥の背後から近づいて行ったりとかしたら、いけるんじゃないかなと。お、マックストカゲじゃないの？ゴーゴートカゲやった。お、あれなんか、木になんかついてない？これ。あ、カブトムシや、これ絶対。剣カブト。森に生息する昆虫の王様。大きな角は煮込んで薬にすると筋肉の血流量を増やす。効果があると言われ、攻撃力が増す。ふんふん。なるほどね。この辺いっぱいあるね、素材。お、今なんか、今なんか動いた？あれ？気のせい。あ、トカゲや、トカゲ。この辺トカゲも多いな。ゴーゴートカゲ、また。あ、ぽいね。マックストカゲはあれか、青いやつか。はい、ゴーゴートカゲ、ゲットー。ポカポカだけだらけやな。回復アイテムがいっぱいあるのは良いことだわ。素晴らしいことだわ。あ、くそ、なんかおったっぽい。鳥？飛び立ってしまったけど。まあ、こういうところでいっぱいアイテムを採取しておいて、今後の冒険に備えておかねばね。あ、あっこに鳥おるやん、鳥。背後から近づいていったらきっと行けるんじゃないかな。あ、こっちにもおる。とりあえずこっちのやつ狙ってくね。あーくそ。あーくそ、やっぱ気づくのか。気づくよねー。さすがに気づくよねー。よし、もう鳥は諦めよ。あの辺のさ、ちょっとした島みたいになっとるの？なにこれ、なにこれ、なにこれ。え、なに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 。タニシ。忍びタニシかな。あ、そっか。暗くなってきたけん光り出したんやね。めっちゃびっくりした。何が現れたんかと思ったけん。さあ、向こう側に渡ってみよう。こういうとこって絶対なんかあると思うんやけど、ないかな。ちょっと怪しくない？怪しげな場所があったら調べてみようって書いとったもんね。コログの妖精がおるかもしれんから。なんもないし。ということは木の上とかに何かがいるんじゃないかな。こういうところにあれじゃない？卵、鳥の巣とか卵とかあったりするんやない？ない？なんかなんもなさげな気がしてきた。なんもなさげな気がしてきたわ。あ、ないね、これ。ん？でもなんか岩が。あ、危ねえよ。何やってんだい。こんなところに岩があるっていうのは多分ちょっと、
ほらね。うわ、見つかった。コログの実。コログがくれた小さな実。集めたらいいことありそう。ちょっと匂う。またねー。これはちょっと違うところに置いてあげようか。また、いて、あ、ごめんね。結局いてってなったわ。ね、やっぱり、怪しいと思ったんだよー。とか言ってみる。よいしょ。ふぅ。さあ、これでとりあえず、この辺で怪しげな場所はもうないよね。あ、ここはまたあれか。果ての研究所の方に来とんかな、私。さあ、目的地はこっちなんだよな。何あれ？赤い月？え、あれ赤い月ってさ、あれじゃない？あの、また、ねえ、今まで倒した奴らが復活するとかいうあれじゃない？うわぁ、なんかリアルタイムで赤い月登っていくの見ちゃったよ。ああいう感じなのね。怖っ。でさ、こっちの方、あの三本杉？あれもなんか、ミニチャレンジであったよね。てか、こんなとこまで走って登ったんか、すげえな、リンク。すげえな、リンク。これもしかしたら三本杉のあのミニチャレンジにもチャレンジできるんやない？なんか、超熱そうなんだけど。なんかいろいろと破片が落ちてきてますけど。あ、気温がかなり低くなってきた。ちょっと待ってね。うわ、すげえ凍えてる。待ってね。ごめんね。なんかかわいそうなぐらい震えてんだけど。これじゃなくって。防具、防具。え、防寒着着てるのに。でも寒いんだ。食事だけでは、今までの防具でもダメなのか。あー、ダメージ受けてきたな。なになになに。あー、来たよ。また赤き月の時が来ます。また赤き月の時が。私がやっつけた、苦労してやっつけた奴らがまた復活。うおー、復活してるよ。気をつけます。気をつけます。でもさ、これさ、ここまでせっかく上がってきたけんさ、もう回復しながら進んでいけばいいんじゃねって感じもするよね。くっそ、こんな時に待って、これ松明じゃね。さすがに松明はちょっとね。船のオール。やっつけたね。はぁ、弱えじゃねえか。強化リザル棒。金属で持ち手を強化されたリザル棒。弓本体には水辺に生えてよくしなる木の枝を使っており、穴の取れない射撃性能を持つ。なんかあれなんやね。リザルホスの爪。リザルホスの肘から生えている爪。虫と一緒に組めば薬になるが、他にもなんか使い道があるかもしれない。あの、ちょっと。こっちじゃねえや、こっちか。違う、違う。あ、ごめんね、寒いね。弓。この辺の弓をちょっと、捨てて、強化リザル棒をゲット。リザルフォスの骨、あ、おー、リザルフォスの骨は結構強いよね、ボコブリンより。死してなお動き続けるスタルリザルフォスの骨。振り回すは武器としても使えるが脆い。背負っている時も動きが少し気になる。まあ、そりゃ気にはなるな。気にはなるな。ちょっと回復しましょうか。ポカポカの実じゃもう耐えれんみたいやけど。とりあえず食事。厳しい寒さに耐えられる。厳しい寒さに耐えられるよ、これ。あ、でも食事じゃダメなんやっけ。じゃあちょっともったいないけん置いとこっかな。この辺行こっか。カチコチ串焼き魚。あ、いいね、いいね。あれやね。あの、骨は何？あ、ごめん。寒かった？ボコブリンだけじゃないんやね。この先はリザルフォスの骨バージョンも出てくるということか。でもまあ別に全く強くなかったし。大丈夫かな。ほら、2分ほど防御力もアップしてるし、今。
なんだか非常に寒そうだな。これは一体どこに向かうんかな。落ちていける途中でも、あ、食えるんやね。落ちていける途中でも食えるんやね、まさかの。ゴーゴー薬、忍び薬、串焼き肉、力煮込み果実。なんかもうすでに、あ、パラセール、危ねえ。これどこに向かえばいいんかな。あ、降りれる？その辺降りれそうやね。しかもなんかいろいろあるよ。あ、危なかった。落ちたかと思った。あ、敵？あ、もしかしてこれってさ、なんか氷属性？凍ってね。リンク凍ってね。びっくりした。白チュチュゼリー。アイスチュチュにそっくりなプルプルした塊。持ってみるとひんやりしてちょっと気持ちいい。叩くと破裂して冷気をまき散らす。あ、それで凍ったのね。なるほど。そういうことがあるのか。ちょっと待ってね。忍びたにし食います。はい。こんな寒いところにあるあれなの。君らまた出たのか。あ、くそ、そんな近くから弓で撃ってんじゃねえぞ。なになに、味方が攻撃されたから怒ってんの。あ、船のオール壊れそうなんですけど、ちょい待ってね。頭つけたのね、また。はいはい。しかも壊れたよ、船のオール。ということで、ちょっと。はい、首狩り刀。リザルホスの骨も持っていくか、じゃあ。よし、これで。これで、ちょっとまた、回復を。回復、回復。獣に。目的、あ、なんか落ちとる。ひんやりハーブ。ヘブラやゲルドの標高の高い産地で見かけられる薬草の一種。歯に体を冷やす成分を持っており、料理に使うと対処効果を得ることができる。あ、熱い場所もこれからあるんや。もしかしてこの辺って、ゲルド族の里の近くでもあったりする？違うかな。目的地結構近くなってきたっぽいけど、あ、やっぱりなんか敵っぽいなとは思ったんやけど。いやー、待って、やられそうです、私。やられそうです、私。こいつは相手にしない方が良さげだね。あー、立って立って。逃げます。走ってまでは追いかけてこんだろう、きっと。ああいうのには、むやみに近づかない方がいいな。あれ何？なんか超不気味なやつ現れたんだけど。こいつリザルフォスだよね。リザルフォスじゃなかったっけ、名前。氷属性のやつってこと？あ、待って、首狩り刀壊れたんだ。壊れたんだ。ちょい待ってね、回復しますんで、私今ちょっと。頑張りだっけ。もうこれぐらい回復。入られそう。まあ、こんな感じかな。はいはい。強化リザルブーメラン。青リザルフォスが好んで使う剣。あ、今の青リザルフォスって言うんや。歯が2枚になり、通常のリザルブーメランよりも切り裂く力がアップ。投げても手元に戻ってくる。お、これは？リザルフォスの尻尾。リザルフォスから切り落とされた尻尾。本体から離れてもしばらくはうねうねと動く。その生命力から薬の材料として珍重される。まあ、なんか見た目もトカゲっぽい感じやしね。そういう感じかな。あー、体力がどんどん失われていくよ。一応、妖精は持っといてよかったね。あ、そうそう、リンゴも大量に持ったよね、私。ごめんね、リンクよ。寒さに耐えておくれ。お、出てきたわ。あ、こいつらあれなんよね。そうそうそう、やっつけたらちょっと瞬間的に、ダメージを受けるんだな。お、マックストリュフやん、こんなところに。あ、待って、なんかすげえ転がり落ちてくけど。はい、拾った拾った。オッケー、白チュチュゼリーいっぱいゲットしたよ。お、何あれ？消えた。なんかトンボっぽいやつ飛び寄った今。ひんやりだけ、雪山の針葉樹の根元によく生える。
触るとひんやりしていて、料理に使うと砂漠の暑さにも耐えることができるようになる。あ、砂漠があるっていうことか。あの対処効果がどうちゃらこうちゃらって言ったやつ。この辺のモンスターってさ、何なの？基本的に凍ってるの。ってことは、ちょっと離れたところを歩いてたら、別に復活してくることもないわけやね。じゃあ待ってね、リンゴ大量に取っといてよかったな。まあ一気になくなりそうやけど。あいつもちょっと。うお、復活したじゃねえか。来いよ。お前の手でやっつけてやるよ、おい。あー、リザルフォスの骨が壊れそう、壊れた。でも結構のダメージ与えれたし。ね。よし。兵士に両手剣で行ってやろう。でもこれだいぶ重いんよね。あ。やった。強化リザルスピア。漁師の森のような、うん、相当を持つリザルフォスの槍。実際に魚を取るのにも使ってるらしい。鋭い返しには注意が必要。これでお前の武器はなくなったぞ。これでお前の武器はなくなったからな。よし、オッケー。いろいろ素材もゲットしたし。あのトンボがちょっと気になるんやけど。取れんな。お、また。またなんか白チュチュが現れたよ。そっか、ヤシの実も持っとったんやな、私。あの蝶々も取れるってことか。来いよー。てやてやてや。一発。そして若干凍る。あれ？目的地こっちじゃね？なんか違う場所行きよるな。上の方上がってった方がいい？あ、でもこれ道に沿って行ったらもしかしたら行けるかもしれんし。あー、ちょっと動き出すかなって一瞬思ったよ。しかもちょっと今のトンボ取れそうやったのにせっかく。ね。結構速攻でダメージ受けるね。やっぱりちょっときついんかな。ポカポカそうな身も結構取ったけんね。多少これで寒さに耐えてくれたらいいんだけど。ここのひんやり層とかもさ、なんか対処用とは言うけど一応ハートも回復できるっぽいんよね。どこ？見えねえから。何こいつ？何投げてきてんの？何その武器？ちょっと、初見だよその武器。なんか、手裏剣っぽい感じ？チュッチュッチュッ。何かしら妖精が使われましたけど。え？舌長。あー、やっぱ両手剣スピードが遅いな。パワーはあるんかもしれんけどさ、その分。力が弱い、力が弱いじゃない。あ、これは。速攻で開いた。これは危うい。スピードが遅いけんさ、こういう素早い敵にはあんま向いてないかもね。うお、一気に体力なくなるやん。どういう力、ちょっと。しかもこっちは寒さとも戦ってんだよ、おい。こいつ結構強くね、なんか。てかあれか、スピードが速いんか。今までのやつに比べて。お、やっつけた。さあ。あんたが、お、リザルフォスの青しっぽ。何？氷破棄リザルフォスから切り落とされたしっぽ。硬い鱗や肉は調理には向かないが、薬の材料としては最適。あ、自分の体内から出しよったってこと？へえ、別に武器を身につけとったわけやないんや。いや。危険、危険、危険。うわ。危険。危険だってば。こいつさ、しばらくの間なんか白じゃなくなるんやね。なんか若干普通のチュチュに戻る時があるんやね。何あれ？なんか空中飛んでない？ど真ん中に寝そべりやがって。
なに、え、狼。狼出た、狼。ね、何あら、こいつら敵かい。ちょ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 。びっくりした。へぇ。ごめんごめん、素材巻き散らしよった。アイスキースの羽。珍しいアイスキースの羽。表面は凍りついたようにキラキラと輝いている。どこかで何かに使えるかもしれない。めっちゃ曖昧。すげえ曖昧。ポカポカだけをちょっと大量に。まあそんなんじゃ寒いんやろうけどね。あ、一応目的地に近づいてきよるね、ちゃんと。よいしょ。壊れたよ、武器壊れたよ。よし、強化リザルスピアで行ってやろう。うん。ほら、こうやってさ、相手を凍らしてしばらくの間、普通のチュチュに戻るんよね。これで、くそー、起きそう、起きそう。起きんかったね、いけるね。ここでさ、なんか白チュチュゼリーがね、すげー手に入る。すげー大量に出てくる。こっちの方向？飛んで行った方が早いかな。この辺に、その、あっから地方やっけ？があって、その村があるとしたら、そこでさ、あの、防寒具とか買えるんじゃない？どう？どう？って言われても困るやろうけど。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。